皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は中学校2年生社会地理の学習世界の地形に関しての内容です。世界の地形を皆さん考えてみてください。世界の中には険しい山がそびえ立つところもあれば、平坦な地形が広がっているところもあります。いろんな地形が見られます。日本はどのような地形なのでしょうか。ちなみに日本では地震であるとか火山、こういったものが多いと思いますか、少ないと思いますか。いろいろな資料を見ればわかるんですけれども、日本は地震とか火山が多い国なんです。そこで今日の課題、日本で地震や火山が多いのはなぜだろう。この課題について考えることで世界の地形に迫っていきたいと思います。ではまず予想をノートに書いてください。日本で地震や火山が多いのはなぜだろうについての予想を皆さんノートに書いてください。ではどうぞお願いします。皆さん予想は立てられましたでしょうか。おそらくですね、海底のプレートの移動について考えた人が多いのではないでしょうか。それも一つ正解です。中学校1年生の理科で習ったことをよく理解していた人だと思います。今日は地理の学習なので、地理の考えからですね、地震や火山が多いのはなぜだろうについて迫っていきたいと思います。ではまず地震の震源や火山が連なっている地域について学習を進めていきます。地震の震源や火山が帯のように連なり分布する場所のことをある呼び方で呼んでいます。この四角の中にですね、ノートに書いてこの四角の中に当てはまる語句を記入してください。ノートに記入をしてください。ではどうぞお願いします。はい、それでは確認をします。造山帯と言います。地震の震源や火山が帯のように連なり分布する場所のことを造山帯と言います。では世界にはですね、この造山帯どのような場所に広がっていて、どのような場所に位置しているのかを地理なので地図を使って確認をしていきたいと思います。ではですね、次にノートの3分の1から半分ぐらいを使って世界の略地図を記入してください。中学校1年生の学習で習ったことを思い出して世界の略地図をノートに書いてください。オリジナルの地図で構わないのでノートに書くようにしてください。ではお願いします。どうぞ。はい、世界の略地図、記入できたでしょうか。オリジナルの地図で良いので、書けましたでしょうか。ホワイトボードの方をご覧ください。世界の略地図を書きました。世界の略地図はこのようにですね、何かをまとめるときに活用することができるので、今後もいろいろなことに役立ててください。では話を続けます。世界の中に造山帯は2つあります。
こちらが一つ、こちらがもう一つとなります。それぞれに名前がついています。こちらの名前、こちらの名前、造山帯の名前をノートにですね、この赤い部分を書いて、四角も書いてもらって、ノートにこの造山帯の名前を調べて記入をしてください。ではどうぞお願いします。はい、ノートの方にごく記入できましたでしょうか。確認をします。まず一つ目、環太平洋造山帯です。太平洋の周りに広がっているので環太平洋造山帯という名前になっています。環太平洋造山帯。もう一つがアルプスヒマラヤ造山帯です。アルプス山脈、ヒマラヤ山脈、こちらに連なって帯のように連なっているので、アルプスヒマラヤ造山帯という名前がついています。この2つの名前、今日確実に理解しておいてください。お願いします。このようにですね、世界の中では地震が多いところ、火山が多いところが見られます。その一方、こういったところもあります。安定している陸地ということで、地震や火山の活動がほとんど起きず、大地が安定している、こういったところも見られます。そこで大地が安定しているところを何というか、こちらの四角の中に記入をお願いします。アフリカであるとか南北アメリカなどで見られます。でこういった地形のところの特徴なんですが、長い間の何かや何かで地形は平坦になっています。この3つの四角の中に語句を調べて記入してください。ではお願いします。どうぞ。はい、では確認をします。安定している陸地についてですが、大地が安定しているところを安定大陸と呼んでいます。安定大陸、こういったところでは長い間の風化や浸食で地形は平坦となっています。風化というのは、地表付近の岩や石が雨や風、地下水などの影響で脆くなったり壊れたりすること。一方、浸食というのは、川の流れや雨、風などによって大地が削られる作用のことを言います。風化や浸食によって地形は平坦となっています。こういった安定している陸地も世界の中には見られます。ということで、今日は地震や火山が多いところ、安定しているところの学習を行いました。ではまとめの方に進みたいと思います。今日の課題、日本で地震や火山が多いのはなぜだろうという課題についての考えをまとめの方に記入をしてください。ノートに記入をしてください。それではどうぞお願いします。はい、まとめの方を書き進められているでしょうか。ちょっと難しいなという人はこれを参考にしてみてください。今まで書いてくれた例があるんですけれども、日本は何々造山帯に属しているため地震や火山が多いということで、今日習ったことを生かしてですね、この四角に埋めるような形でまとめると、まとめが進んでいくと思いますので、参考にしてください。どうぞお願いします。
ではまとめについてです。一つ例としてこのようにまとめるといいかと思います。日本は環太平洋造山帯に属しているため地震や火山が多いということで、課題に対する自分の考えをね、このようにまとめてくれると良いと思います。今日のポイントとしては、日本はですね、この環太平洋造山帯に属しているということで地震や火山が多いということを理解してもらえれば、先生としても嬉しいです。では最後に振り返りを記入してください。今日の学習をですね、振り返ってもらって、学習したことを振り返ってもらって、ノートに振り返りを記入してください。ではどうぞお願いします。はい、では振り返り書けましたでしょうか。例えばこんな風に書いてくれた人がいるんではないでしょうか。茨城県で地震が多いのはこの環太平洋造山帯に属していたからなんだっていうことに気がついて書いてくれた人もいるでしょう。また温泉が好きな人は、温泉が日本で多いのはこの環太平洋造山帯の上に属しているからなんだなっていうふうに考えた人もいるでしょう。また日本が山がちなのは環太平洋造山帯に属しているからだと、小学校で習った学習を今日の学習につなげて考えてくれた人もいるかと思います。自分なりのですね、考えを振り返りの中に書いてくれていればそれで OK ですので、そのようにしてください。以上で今日の学習、世界の地形についての学習を終わりにします。ありがとうございました。はい、最後におまけについてです。環太平洋造山帯、アルプスヒマラヤ造山帯の位置を確認する上でも、大陸の名前と3つの大きな海の名前について、略地図の中に記入をしてください。南極大陸がちょっと書いてないので、南極大陸を除いた5つの大陸と三太陽をこの略地図の中に記入してください。ではお願いします。どうぞ。はい、ではお化けの確認です。まず、5つの大陸についてです。ユーラシア大陸、一番大きな大陸ですね。ユーラシア大陸、アフリカ大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、そしてオーストラリア大陸、続いて3つの大きな海、三太陽です。一番大きな海、太平洋、太平洋の周りにあるから環太平洋造山帯という名前でしたよね。太平洋、そしてインド洋、大西洋となっています。この位置関係からですね、この環太平洋造山帯とアルプスヒマラヤ造山帯の広がり、位置関係もきちんと掴んでおいてください。ではおまけは以上です。ありがとうございます。